浪監督、退任。中日の立浪和義監督が、今季限りで退任することが18日、決まった。この日の阪神戦、バンテリンに敗れ、立浪監督は試合後、3年目で自分自身、結果を出さないといけない年だった。けじめをつけますと、自ら退任を表明した。解任、来たあ。マジでやめてくれるの嬉しいけど、球界初の4年連続再開の夢が、立浪がかわいそうに思えてきた。とうとう出たね。これで今年の再開にも意味があったわ。立浪に出んなよ、4年連続再開なんて、お前しか狙えないんだぞ。衝撃のニュースやな。次、誰や？立浪にとっては万世を汚すだけの、惨めな3年だったな。解任と退任って違うんじゃね、どっちなのよ。そうすないと信じない。マジだ解任だ。でもすっかり残飯処理球団になっちまって、若手がほとんど育たなかった。暗黒はこれからも続く。立浪政権3年の罪は重い。ガチなら名古屋は号外配るべき。立浪監督解任ならファン辞めるわ。退任ならその後の人事次第。ビシエドの首もしかして繋がる？もしかして後任も決めれずに、辞めると会話したんか。フロントもヤバすぎだぞマジで引くわ。つなぎで井上でいいよ。今の状態とかババでしかないわ。どうせなら矢野をヘッドにしてくれよ。しかし試合終了後が本番だとは、